フェマールでございます。ただいま越前海岸の胡蝶門の目の前の駐車場でございます。今日のネタっていうのが、まあそうですな、ちょっとなかなか特殊なネタでございますけども、はい、次期なるフリードがやってまいりましたんで、こちらの軽いご紹介させていただきますね。もうナンバーもどうでもいいんで出していきます。今回青色というか、なんていうの、ホイールに近い青かなになります。このフリードの特徴っていうのが、まあざっと言いますとそんなにねあれですけど、まあ内装的にこんな感じですって感じですけども、あのこのフリードに関しては、あの3列じゃなくて2列シートなんですね、これ。で、この2列目しかないんですけども、なんでこれにしたかっていうと、この車の特徴としては、2列シートとなりまして、フリードプラスっていうグレードになりますね。で、何が違うかっていうと、このドアの形状がまずもう専門設計です。普通のフリードになりますと、ここから本当はガバッと上がるんですよ。ただこちらの方は、開けるとほら、ここまで車椅子仕様の車みたいな風なぐらいの低床なのかなの設計になってまして、もうここいっぱいまで下までこの床下収納を使えるようになってるんですね。で、あの前回出してるエコフローのこの機械結構でかいんですけどね、縦幅27ぐらいあるのかな、まあこれ今この緩衝材入れてるんで、ちょっとかさ上げしてるんです。それでも入っちゃうんですね。っていうぐらいの、この荷室空間があります。これが欲しくて、今回、こちらの方にしました。これの四駆になると、ここまでしかないんですけどね。フリードプラスでも、四駆バージョンになると、ここまでの高さとなったはずです。で、ここに荷物がいっぱい詰めた上で、そして、まあまあ、この低いフロアがあることによって荷物がいっぱい入った上で、この上がフラットになるんですね。で、このボード自体は百何十キロまで対応できるんで、座っても、こんなにしても問題ないんですけども、ね。これが、この椅子ですね。これが、こうやって、倒して、やると、とあっちも倒そうか。はい、倒しますと、ここにボードが隠れてるというか収納されてるんで、これをパタンパタンと、こちらもパタリンコで、こういうことすることによってここねこのような空間ができるわけでございます。フルにまだもっと前行くんですけども、まあ、この状態でも、今斜めですね。今現在はこれでも、まあ、この室内の寝るにしたら寝れない、寝れるけど、まあ、150センチぐらいの幅しかないかな。これを、ここ前の、目いっぱい前にして、これを前にするわけですね。よいしょ。前まで出した上で、よいしょ。そうすると、ここの差は分かりますよね。これぐらい違うんですけど、この状態フルに使うと、私175ですけども、まあこれこうやって、ちょっとこんな、分かるかな。これぐらいの、完全に寝れる状況となりますね。下に荷物積んだ上でも、私のこの頭上、こういう状況、この状況のあぐらかいて上全然余裕あるじゃないですか。そういう状況になっております。これがこの車のすごい特徴でございます。で、まあこれはオプションで付けたんですけど、ここに荷物を置くことによってね、ここでなんかいろいろ置いたりもしてきますし、で今後ちょっと使い勝手見ながら考えるんですけども、まあここにテーブルつけてデスクワークしながらとか、あとなんか食べ物食べたりとかもしてきますしね。まあ
卓上、普通の折りたためスクエとりあえず置くかもしれないんですけど、そういうことをやっていきたいと思っています。まあ、お子ちゃまが乗ってもこんなる余裕ですよね。で、大人、私乗ってもここはもう足伸ばせますんでね。で、今後この車内は車中泊しようとしていろいろ変えていきますんで、まあとりあえず今日、今日はとりあえず来たばっかなんで、今日来たばっかなんで、ざっとこんなもんという紹介でございます。で、そしてなんですけども、この今ロングモードのとこにすると、ここにも収納できるんですよね。ここほら、だから靴とか置いてもいいし、いろんな食材とか置いてもいいし、だから下で寝るくん、まあ寝れなくはないけど、ね、で、あの、考えてるのはこういう、まあ普段はこのモードで、まあ一人車中泊旅する場合ですと、ここはもうロングモードにしないで、ここだけ寝る状態にしておいて、で、もうここはもう常にもうロングモードにして、もう寝袋を常に置いとくみたいな形にして、この段差はまた埋めますんでやりますけども、でもバーポタ電はこの下置いて、で冷蔵庫もこの下置いて、でレンジはここの上に置いとくかな、使いやすいようにとかしてっていうのを考えていっております。で、今まだついてないけど、この上にキャリアつけるんで、まあその上にあまり重いものは乗せられないけども、まあ、キャンプ道具とか軽いものを乗せて、あと自転車、折りたたみ自転車とかも乗せて、まあ、その行き先々で、この車で入れないような廃道とか国道に自転車で移動するとかっていう寸法です。なんで、まあ、すごく便利な作りになってるんですね。これ、この前がこの運転する状態のモードでも、ここをこうやって隙間ありますしね。だからこういうことができますんで、今後これでどう活用していくかっていうのをやっていきたいんで、お楽しみにしてください。はい、じゃあこれで胡蝶門トンネルを抜けていきましょう。そして今までハイブリッドあんま乗ったことないんであれなんですけど、このエンジンがかかってないっていうのは妙な雰囲気ですね。で、デュアルクラッチトランスミッションなんで、段付きの変速ですよね。それがまたなんか、自分的には好きですね、なんか。まあ、結構燃費は良さそうなんで、今後またそういうレポもやってきますね。ということで、今日はこの辺で終わってきます。まあ、納車されたその日のレポートということで、まあ、軽く見てやってください。それでは、おやすみなさいませ。デマールでした。ありがとうございました。バイバイ。です。はい。